みんなただのポイセンボーロンバ鉄道だよ。今回は西成で行列のできるホルモン屋さんに行ってきたよ。一悶着もあるのでゆっくり見ていってね。西成の阪海線の高架下にある山木さんに行ってきたよ。ちょっと並んだのでとりあえず缶チューハイだよ。乾杯。メニューはこんな感じでホルモン串と肝があって、裏メニューで油もありますのが、実はホルモン苦手なんやけど油は細かく切ってくれたら食えそうな気がしていますのが、というわけでちょっと聞いてみましたのが、すいません、油一つでちょっと細かく切ってほしいんですけど、できます？結局何も食べられませんでしたが、ホルモン串はこんな感じで、肝を焼いているところはこんな感じだよ。今や超人気店ですが、13時か14時くらいに並ぶと比較的早めに食べられると思いますのが、ホルモンが食べられなくてもタレの焼ける匂いや電車の音もいいおつまみになると思いますので、ぜひ行ってみてくださいね。